どうも、ルジクニでございます。さーて、次のイベントに進みましょうか。さて。お嬢が帰ってきてないってことね。まだ全員揃っていない。ロリなら出て行ったわ。だから待ってる。探しに行かないの？なんで俺がそんなことしなきゃならない？まだ意地になってんのか。確かにやりすぎたとは思ってるよ。だけどお嬢もお嬢だ。ちょっと叱られたぐらいで家を飛び出すなんて。どんなお嬢様教育されてきたんだ、まったく。俺なんかが姉さんに怒られ、俺なんか姉さんに怒られない日なんかなかったぐらいなのに。仕方ないわ。ロリは叱られ慣れてないもの。叱られ慣れてないって。だってロリには親がいないんでしょ？そうだったのか。そんなこと言ってたなぁ。っていう？あー、戦い続けたぞ。勇士に報いるためにも私が奴らを止めなきゃならないんだ。はい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 。そうか。あの子の両親はもう。いつもわがままで文句ばっか言ってるが、そうだったな。お前の背負っているものは、きっと俺が思っているよりもずっと大きい。一人。家族がいないこと。そのつらみは痛いほど知っている。俺を、よりどころだと思っていてくれていたのか。そういえばソースが切れていたわ。だから行ってきて。今から。そうだな。じゃあ買いに行ってくるよ。ソースを買いに。あくまでソースを買いにだ。優秀なロボだな、ほんまに。人の心に機敏に反応する。高性能すぎるルー。金の二丁拳銃。ハイブリッドが本格的に動き出したようだな。さて、お前はどう出る？ジークフリード。ジークフリード。英雄。この後どうなってくんだろうな。おっさん誰？俺か？俺はな。英雄を、これオープニングにいた気がすんな。お英雄を夢見ていた。ただのおっさんだよ。英雄って？世界の平和を守ってくれる正義の味方さ。なんかかっけえな、そうだろ。英雄はかっけえものなんだ。でもおっさん英雄じゃないんだろ。なれなかったんだろ。まあ俺も努力はしたんだがな。なんだこれ。ジークフリード。ジークフリード英雄団。この本の英雄に近づこうとはしたんだが、なかなかそううまくはいかないものでな。ああ、これオープニングの画面、あれか。俺も動くときかな。あ、ケインツェル、パワーアップしたのか。ああ、魔物か何かを召喚できるようになったということ？お嬢。そんなことがな。ジークのやつちょっとイニチアシブを取らせてやればすぐに調子に乗りよって。本当はやつは誰に養ってもらってると思ってる。私はかわいそうな子だ。かわいそうというのはあいつの方ではないのか？悪いが君には同情できぬよ。私よりジークの方がかわいそうというのか？権力に物を言わせて社会的に抹殺するぞ。やめてくれ。あいつはもとよりあんな性格だが、あのような楽しそうな姿を見たのは久々だった。あいつが今楽しくやれているのは心に余裕が生じているからだろう。私たちの時代には休息なんて言葉は存在しなかったからな。まああの頃もあんな一面を見せていたが、本当にごく稀だったよ。だがそれでも冗談が言えるような頃はまだよかった。ジークの戦友らしいが、お前も誰かにこの時代に召喚された類なのか？いや、私はおそらくビジュラに生み出された亡霊。そんなはずはあるまい。ビジュラが生み出すのは魔族の亡霊だけのはず。そうらしいのだが私にもよくわからねえのだ。バジュラが私を産み落としたのは偶然だったのか、それとも。一ついいか。君は、シルバに対抗するためにあいつを呼んだのだろうが、あいつの意志を顧みたことはあったか？呼び出されたものは仕方がない。ニトスがそれでいいと言ってるならば君のことをとやかく言うつもりはないが、ニトスとて人間だ。あいつの歩んできた結露、その心を少しは分かってやってくれ。終生を戦いに生きた男だ。不器用な奴なのだよ。だがお前は本当にジークのことが好きなんだな。ホモなんか、違う。しかし君を見た時は少し驚いたな。あまりの可愛さにか。
似ているからだ。ジークに嫌だ。マギスンにだ。ニトスから聞いていないのか？名前だけなら知っているぞ。そうか。私たちの時代には魔族を滑る魔王、ルシファーという男がいてな。そのルシファーの実号がマギスンだった。俗に言う魔王の子らと呼ばれる最強の魔族だ。そのマギスンというのは、ジークの何だったのだ？魔王の娘だからな、敵ではあった。しかしニトスはそうは見ていないようだった。魔王の子らの話になるとあいつは生き生きしていたよ。あいつらはとても魔族には思えない。特にマギスンは強姦で不尊な態度を取る単なら年頃なわがままな娘だとな。まるで性格もどこかの誰かさんにそっくりだ。ニトスの面倒見の良さは彼、君に彼女の面影を重ねているからかもしれんな。お前のが優しいのは私にマギスンの面影を見ているから。そう言われると辛くなるよな。何に悩んでいるのだ私は。違うぞ。私はジークを召喚したことへの自責で悩んでいるのであってマギスンなんぞ関係ない。ニトスの面倒見の良さは君に彼女の面影を重ねているからかもしれんな。じゃあ、ここで暮らしてくれないかとお願いしてもいいか？顔も知らない奴が私と同じような性格で同じような姿をしている。だからか？あの言葉も私をマギスンに重ねてのことなのか？お嬢、ふざけるな。私はローリーゴースだ。ジークのアホ。そんなことはわかっている。何がにゃだ。お前猫かお前は。ジジジジ。ジジイとはなんだ。今までどこを突き歩いてたんだ。全然反省しとらんようだな。お前が謝るまで私は帰らないぞ。いいから帰るぞ。痛い痛い。貴様無本のもん、貴様は無本か許さんぞ。お嬢、どうしても謝りたくないか？だって私悪くない。じゃあそうだな。強いなマスを反対に言ってみろ。そしたら俺も謝ってやる。なんかわけがわからんが、強いなマスをだろ。おすまな、い、よ、つ。おす、すまない。これでいいだろさ、謝れ。ふふん。先に謝ったね、ロリコさん。謝ってなんかないぞ。お、すまない、よつ。汚いぞ、貴様。だから大人は嫌いなんだ。股間を集中的にポカポカするな。ご主人様を騙すとどういう了見だ、この下僕め。飯が冷める前に帰るぞ。て、お前も謝らんか。私だけ謝り損じゃないか。そういう日もあっていいさ、貴様。あん？なんだ？爆発？うわぁ、花火。街燃えとるぞ。わかってる。爆発は敵の箱だもんな。行ってくる。お嬢はそこで役立たずのヒロインのように待っていろ。BB は持った。ハンカチは持った。私の絵の忠誠心は持ってない。誰、ドイツが襲ってきたんだ？ケインツェルか？わぁ、ケインツェル。なんだよ、これはベルコがいっぱいじゃねえか。要はこんなんじゃないです。っていうか、ベルコはやめろであります。ぐだぐだ言ってねえで行くぞ。背中は任せるであります。ずりぞ、てめえ。後ろの方が敵少ねえじゃねえか。交代しろ。へへんであります。おいこら、前向け。暴力反対であります。うがー。ベルコも強いんちゃうんか。副長やろ？うわ、家の中まで。どう見る、ロンド。バジラが生み出した亡霊やろか。奴らは自ら動きはしない。他に死亡者がいるのだろう。それにしても行さんおるな、いけるか？守ってみせよう、この姿にかけて。その格好気に入っとらん？十字発見同士で争うことになってないか？オラクルー、しぶといんで、これじゃ前に進めやしねえ。わあ、こけた。殺せよ。ああ、容赦ねえよ。オラクルガレリアン、ニトスか。この詐欺はなんだ？突然街に亡霊が溢れ出したのだ。来るぞ、任せろ、総員、整列、前方に狙いを定め、撃てい。ジョンソン、いちいち整列さすな。クソ、坊じゃめ。おそらくバジュラも関わっているだろうが、それとは別に他に死亡者がいるはずだ。ここは私に任せて、お前はその死亡者を探し出すんだ。アークスを守るのだろ。街の方は任せるぞ。なあ、ロベルト、任せていいのか？大丈夫か、こいつら本当に。はあ、はあははあ。まあ、特にセーバーしなくてもいいけど、まあ行くか。カードも特にいらないね。さて、お、久しいな金色の男。いや、久しくないよ、誰だよ。忘却の森での出来事を思い返してみろ。裸だった。あの森でローリーゴースの他に誰かいた？ああ、猿。
わがなまけインツェル。十字発見の。ああ、なんだ、個人か。仲間を引き連れて俺に周回時でも話しに来たってところか。わかってるじゃないか。我より業の者決して許すまじ。あんたも嫉妬深いな。再戦なら受けてやるが周りを巻き込むのはやせ。ほんの余興よ。なんだと？その鋭利な闘志。我はそれこそを感じたかった。だがこの前のようにはいかぬぞ。バジュラの下法により我はかつてとは比べるべくもなく、力を手に入れた。お前は知らないんだな。魔の持つ暴虐性を。人を捨ててまで得られるものなんて本当にあると思うのか？力だ、膨大なる力は支配の礎なのだ。今こそ見せてくれよ。人には越えられぬ魔人の壁を。さーて、強いんですか？こっちとら相当修行してパワーアップしてますけれども、おいおい弱いのではないか？ちょっと力不足なのではないですか？リフレクトってなんだ？どういう効果があんねん、それ。おいおい、これ、ジェノサイドブレス。やばそうな攻撃。あら、ジェノサイドブレスを見ずに終わってしまったか。おん？この感じは。今の前ではケインツェルには勝てん。そうかな？勝てそうだったけどな、普通に。誰だお前は。いや、俺に語りかけてくるのはなぜだ。黒き風のバジュラ。そうだったのか。お前は強くあらねばならぬ。未だ思い出せんのか、その腕に刻まれた殺戮の日々を。人でありながら人外をも凌駕超越せしめたあの魔行を。何のことだ。本能は訴えているはずだ。剥き出しの闘争心には刻まれているはずだ。荒ぶる魂は牢獄しているはずだ。お前は俺に何を求めている。真実こそ今こそ封じられし金色の輝きを再び取り戻す時だ。ええ。お前の血は赤くない。お前の骨は白くない。黒だ。それのみだ。ええ。人間？おこがましい。お前も俺と同じものよ。ああ、黒に生き、黒に身を染め、果てなき黒をかぶり、黒に死ぬき、死ぬる金色。輝けぬ金色。それこそが本来のお前。感じるだろ？我が苦労。暴走するんちゃうのかこれ。さあ、ここからだ。俺はきっかけを与えたに過ぎん。もはやお前に敵などいない。どこにも敵などいない。いいな。ああ、目の前のこの男は、ああ、敵にすらなり得ない。ああ、かっけえ。そうか、そこにいるのか。お前も満ち溢れているのだ。あんたは定まって俺についてくりゃいいんだって。これはやられるな。伝わってくるぞ、この私にも。その金色、歪みが。なぜ、我は力を得た。何よりも強き魔の神髄を得たというのに。かような人間風情に。魔は人が持つには過ぎたる力だ。一応自我は残ってるんだな。大丈夫か。狂気はもろは、自らを喰らう闇だ。知っておくべきだったな。魔力の神髄はあんたが推し量れるようなもんじゃない。それがあんたの範囲だ。あの時俺に流れ込んできた黒き文様。あれは魔力だ。ビビーとは違うバジュラの魔力。あれが本来の俺の力だというのか。なぜ俺に力を貸した。お前は誰なんだ。俺の記憶の中に確かにあるお前は何だというんだ。だがあの力は、かつての、いや、許さぬ。お前は死んだはずじゃなかったのか、ケインツェル。おん？一度死んだ奴が二度も蘇るな。お前はもうこの螺旋から外れている。三本役者だったのさ。それは俺のセリフだ。そろそろか。どうなる？あ、お嬢、無事だったか？よ、うがー、しくしく、無事すぎるな。お？
亡霊が消えた。お前が死亡者を倒したんだろ。まあそうなんだが、何はともあれこれで一件落着だな。あ、そうだ。なんだ、まだ何かあるのか。お前謝れ。はぁ、なんだこのロリコ。私だけ謝ってお前だけ謝らんのは不公平だ。だからちゃんと土下座し謝り、私の足を舐めろ。やだよ。だってお嬢の足カレーの匂いするもん。そんなん言わない。くわし、カレーの匂いなんかするか。もしそうならみんな私の足にたむろしてたまらんぞ。たむろするか。ったくこのブルク娘。もう帰るぞ。またんか。まだ謝ってもらってない。悪かった。悪かった。叩いてごめん。ほらもう帰るぞ。素直じゃないな。何をニヤニヤしているんだか。どうやら亡霊は消えたみたいだな。ニトスだったか。お、あんたは。あ、やべえな、これ。シルバー。シルバー。ちょ、なんだと、貴様。久しいな、お嬢さん。この男には、お両親の二の舞にならないといいな。待て、お嬢。どういうことなんだ。答えろ。はじめに名乗ったはずだが。俺は銀の二丁拳銃、ダブルガンズオブシルバー、とな。なら、お前が本当に、こう言っちゃなんだが、あんたは人を見る目がないな。疑いもしなかったのか。俺が何であるかを。お前と出会ったのも偶然でも何でもない。音に聞く、ローリーゴース最後の切り札がどれほどの担い手なのか興味が湧いてな。英雄、あんたは何のために戦う？他人を守るためか？それでこそ英雄、身を粉にして戦い続けた代価こそがあんたの伝説たるゆえんなんだからな。そう怖い顔をするな。英雄なんてものは一体誰が決めるんだろうな。例えば、今の俺は悪でお前は正義だ。だがそれは街の奴らから見る客、観論に過ぎん。こいつらにとっては自分たちを守ってくれる奴が正義で、逆になじり倒そうとする奴は悪なのさ。故にお前は英雄。だがな、俺の英雄としての理念はそんなところにはない。俺はあんたとは違う。誰も守らない。誰も助けない。力は俺だけのためにある。俺は俺だけのために生きる。それが俺の掲げる英字だ。立場は違えど裏を返せばお前もまた俺と同じ。今更怒るのか？俺はロールイーゴーズのご両親も手にかけてるんだぜ。こいつには何を言っても通じない。来るか、ニトス・ジークフリード。どうなる？何？どうなってる？力を取り戻していないお前が、俺と対等に渡り合えるはずもない。なぜ傷一つつけられないか、見えてすらいないんだろう。やはりな。お前を殺さん理由に英雄ジークフリードと本気で押し合いたいというのがある。だからお前はまだ殺さん。他の奴らは知らんがな。ああ、ちょ、止められたか。やはり。お前の力はこんなところで飲み代が過ぎたわけじゃないだろう。取り戻せ、本当の力を。本当のお前を。俺をがっかりさせないでくれよ。俺以外にもお前の力の解放を一心に待ち続けている男がいる。サラド。聞いたことはあるはずだぜ。サラド。奴のためにもお前は強くなるだけなんだ。そして、俺自身本気になったお前と戦ってみたい。俺の力が最強の英雄にどれだけ通用するのか試させてくれ。いや、街の人を。ダブルガンズオブシルバー。動けなかった。だいぶレベルも上がってたし、なんかワンチャンいけたんちゃうかなって。ワンチャンいけたんちゃうかなって思うけどダメかな。重苦しい雰囲気。ごくごくごく。ぷはー、行儀悪いぞ。ようやく口を開きよったか。ミーソシール飲んだんか。英雄ジークフリード、1200年前に活躍した英雄、世に跋扈する魔族を単身で滅ぼした功績を残す、ホモデロリコン。なんだ、言い返すぐらいの元気はあるじゃないか。いじける必要なんてないだろ。お前は英雄だ。最強なんだ。俺がか？何がおかしい。一人ではどうしようもない敵が現れてもお前には味方がたくさんいるんだぞ。ルーがいる。チームスチームドラゴンがいる。街の奴らもいる。街の奴ら大量に殺されてたけど大丈夫だろうか。私だっているぞ。そうだな。お前は最強なんだ。英雄だからじゃない。私の下僕は世界一強いんだ。シルバーなんか相手じゃないんだぞ。普段は味噌汁を無理やり飲ますお前が一番なんだ。一番強いんだからな。負けたりしないんだからな。お嬢。
勝手に呼んでおいて無責任な言い草だな、お嬢は。そこまで言われたからにはもう頑張るしかないんだろう。わかっているさ。単純だな、俺も。単純だな、俺もと思っている。のわー、プライバシー侵害だ。あー、くそ、もうなんだ?よくわからん。僕。あー、ふはー。ジーク、どうだ?味噌汁飲んだのか?その味噌汁も美味しいぞ。喜んでる。まあこの子ったら。今度からは人の顔にぶっかけるんじゃないぞ。いちいちうるさいやつめ。めでたしめでたし、お前が締めるのか。一番強いか。そんな自信は今はないが、いつかお前の役に立てるように、もう少し頑張ってみるよ。はーん。あーボロクソにやられてるだと思ったけど、やつの闘志が届いた。決心がついたようだな。お前に最後のナンバーを授けよう。十字発見のセブンよ。今日からお前は侍返事と名乗れ。侍返事、もうどうなっていくんだかだな、これ。ということで、時間もいいので一旦ここで締めますか。また次回、次のパートでお会いしましょう。またねー。